ねえ、分かってる？また国連 WFP の話？例えばスリランカの学校給食支援ね。これで栄養も取れるし、学校に行って勉強もできるでしょ？うんうん、現地のママたちが給食を手伝ってるんでしょ？素敵だと思うよ。そうなの？また泣く。地元の農家さんが作った食材が使われるでしょ？だから地域が活気づくでしょ？すごくいいサイクルなのよ。本当いいサイクル。黒沢さんも泣くの？